ているレフトスタンドロッテの応援団です。まあ、その声援を BGM 代わりにしてお届けしましょう。今日のハイライトをお送りします。山岡ルーキー初登板初先発、1回の表先頭バッター石峰サードゴロ、ツーアウトを取った後3番の好調鈴木にこの当たり、記録はショート内野安打。フォアボールを出してツーアウトランナー一塁二塁で好調井上、ここはサードゴロに打ち取りました。初回0点に抑えた山岡です。2回の裏オリックス先頭バッター、2回の表いきましょう。細谷三振、平沢の三振でランナースタートを切っていて二塁アウト、三振ゲッツーでした。3回の裏オリックスチャンスのシーンです。ワンアウトランナーなしから若月がヒットを飛ばします。ランナー2、3塁のチャンスに3番の足立、センターの右へのいい打球だったんですがセンターフライ、得点取れません。4回表今のは宮崎のツーベースヒット、5回の裏の攻撃です。西野のセカンドゴロ、ランナーホームに突っ込んだんですがホームタッチアウトになりました。5回の裏ツーアウト満塁、ロメロは一生懸命かけましたがショートゴロに倒れました。なかなかオリックス点が取れません。5回は満塁のチャンスを逃しました。6回の裏ワンアウトランナーなし、この1本が出ます。T 岡田、左中間へ今シーズン第3号のソロホームラン、1対0オリックス先制です。しかし直後山岡が先頭バッター福浦にフォアボール、ノーアウトランナー2、3塁となって今日1軍登録の細谷です。瞬間手応え十分、そんなジェスチャーで駆け出していった細谷、1号スリーランホームラン、逆転です。3対1、山岡6回3分の0 105球マウンドを降りました。8回の裏ワンアウトランナーなし、ここは内が好投します。ロメロファーストフライ、小屋のシングアウト、粘るオリックスは9回の裏ツーアウトランナー1、3塁で宮崎、3対21点差、なおもツーアウトランナー1、3塁、バッター2番西野、ツーボールから打っていってセカンドフライ、スリーアウト、試合終了です。今日のゲーム3対2、マリンズがバファローズを振り切りました。という今日のゲームを振り